ができまして、今年またこうして、イベントを開催させていただけることになりました。本当に皆様に感謝申し上げたいと思います。今回の、イベントプレミアムフェスタ、MFLP 船橋プレミアムフェスタ2023は、この、三井不動産ロジスティクスパーク船橋の、根幹をなすですね、コンセプトであるまちづくり物流、施設ということを、実現する取り組みとして、これまで、皆様にこの施設、物流施設を知っていただく、そして、一緒にこの街を作り上げていこうという思いを持って、企画を進めてまいりました。昨年の、イベントの際に、非常に人気のあった、テナント様による、アウトレットセールであるとか、船橋にゆかりのある方々によるステージショー、それから、プロフィギュアスケーターの方による、スケート教室などですね、大人気のコンテンツをそのままに、今年は、20社以上の、テナント様に、ご協力をいただきまして、普段皆様にご覧いただくことができない、倉庫内の見学ツアーであるとか、倉庫で出るですね、端材を使った、ワークショップ、それから、お子様に、体験いただける、物流お仕事体験のコーナーなど、いろいろ、皆様に実際に参加いただけるコンテンツを、かなり今年は多く盛り込みました。多くの皆様に、ご参加をいただきまして、ぜひこの MFLP 船橋、物流施設へ、親しみを持っていただけるきっかけになれば幸いです。また今年はですね、皆様ご存知の、ララポート東京ベイに加えまして、11月に南船橋の駅前に開業いたします、ララテラス、それから来春、開業予定の、ララアリーナ、それから、当社のですね、e コマースといいますか、をやっております、アンドモールの物流拠点がこちらにございまして、これらですね、南船橋の、弊社の、三井不動産のですね、取り組みをご紹介するブースも設置をしております。いろいろな楽しい企画もそこでも実施しておりますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。MFLP 船橋は本当にこれからも皆様に愛される物流施設ということを目指して、取り組んでまいりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。それでは、本日ですね、プレミアム、MFLP 船橋プレミアムフェスタ、2023を、楽しんでいただければと思います。本日はありがとうございます。ありがとうございました。
に向けてメッセージと、それから船橋市の好きなところを一つ言っていただきたいと思います。じゃあ皆さんいらっしゃいまして誠にありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、嬉しいが、船橋の好きなのは船橋に住んでる人、船橋に来られる人、船橋に集める人、船橋を突き作り上げる皆さんです。ありがとうございます。嬉しい、かっこいいコメントありがとうございました。ちょっと噛んでる。最後にビシッと決めていただきましょう。船橋市の大好きなところをお願いします。はい、じゃあ皆さんお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。船橋はねすごく活気があって、バスケもラグビーも強いですが、みんなで船橋を盛り上げてみましょう。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、ふなっしーとふなっしーファミリーのショーを終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございます。感謝、感激、なしきる、ありがとうございます。ありがとうございます。最後写真、皆さんが、ふなっしーファミリーを撮るお時間を少しだけ設けたいと思いますので、どうぞ写真撮影のお時間とさせていただきたいと思います。ふにゃどこだ、ふにゃ、あ、ふなっしーも出てきてくれた。
千葉ジェッツ船橋、開いてくれるチアリーダーズ、スタージェッツユースです。千葉ジェッツ船橋はプロバスケットボールリーグ B リーグの一部リーグに所属し、船橋市をホームタウンとして活動しております。昨シーズンは天皇杯優勝、東地区優勝、24連勝のリーグ最多連勝記録を樹立しました。そして私たちユースチームはスターズの下部組織として2019年に創立され、現在アンダー12、アンダー15、アンダー18の3つのカテゴリー全32名で活動しています。本日はこの三井不動産ロジスティックパークプレミアムサンクスフェア2023を精一杯盛り上げていきたいと思います。それでは私たちのパフォーマンスをお楽しみください。レッツゴージャー。
名古屋アリーナにて開催されています。本日も勝利をつかめるよう皆様熱い熱い応援をよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。千葉ジェッツフライトクルーチアリーダーズスタージェッツユースチームの皆さん、素敵なパフォーマンス、元気いっぱいのパフォーマンスをありがとうございました。皆様、盛大な拍手を今一度お願いします。ありがとうございました。ご来場の皆様、以上をもちまして、MFLP 船橋プレミアムフェスタ2023すべてのプログラムが終了となります。皆様、本日は朝早くから本当に大勢の方お越しいただきました。ありがとうございます。お楽しみいただけましたでしょうか。でまた来年もお会いできますことを楽しみにしております。皆様、本日はご来場いただきありがとうございました。お帰りの際ですが、どうぞお忘れ物をなさいませんよう、今一度お手回り品をご確認ください。皆様、本日はお付き合いいただき誠にありがとうございました。武者なの？呼べるの？武者な、幻の妖精だよ。